林や染には、情報落語の名跡。当代は三代目。三代目林や染には、情報落語の落語家。本名は、吉田忠。大阪府大阪市東住吉区出身。所属事務所は当初、吉本工業吉本クリエイティブエージェンシーに所属していたが2011年に独立。現在は、個人事務所に所属している。大阪府立東住吉高等学校を経て、 有国大学法学部卒業。公益社団法人情報落語協会理事。1984年9月、二代目林家染二に,に入門、染吉を名乗る。1997年10月、三代目林家染二を襲名。出林は、藤娘。滑稽話、音楽話、芝居話、人情話と芸域が広い。特に人情話では、 人の心のぬくもりを丁寧に描き高い評価を得ている。また女性を演じる縁にファンが多い。歌舞伎好きで三代目市川猿之助歌舞伎ワークショップに参加し、道頓堀中座での発表会で2期団状を演じて猿之助賞を受賞している。2012年に落語家で初めて京都大学にゲスト講師として招かれ、宇宙総合学で年に一度登壇している。 2013年、大阪電気通信大学客員教授に招聘された。長女は医師。長男は、俳優、吉田智夫。フリーアナウンサーの山本博之、朝日放送テレビゼネラルアナウンサーの中村雄二は、大学の同級生。ありがとうございます。